長娘と世話係。そわ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 。おや、お嬢、どうしたんですか？そわそわして。もうすぐアニメが始まるから楽しみ。え、アニメはこうやって毎月ずっとやってきましたよね。違う、テレビアニメ。あ、そうか。この今までやってきたアニメは本編じゃなかったのか。ということは、今までよりもっといっぱい見れる。今までよりもっとあのうるせえ奴らとの絡みがあるってことか。霧島、嬉しくないの？いや、もちろん嬉しいですよ。一部を除いては。アニメといえばお嬢は毎週見てるアニメがありますよね。みーくんとラビちゃんでしたっけ？みーちゃんとラビくん。そうそう、それです。お嬢は毎週テレビの前に座って楽しそうに見てますよね。うん、始まるちょっと前に杉原がいつもおやつと飲み物を持ってきてくれるの。それはいいですね。あいつお嬢より楽しんでるもんな。みーちゃんのアニメを見た次の日は学校でサラやカエルちゃんと一緒に面白かったところとかを話すの。好きなものを共有して盛り上がれるのはいいことですね。あれ、お嬢、私たちのアニメもこんな風にみんな楽しんでくれたらいいな。そうですね。お嬢がみーちゃんを見るときみたいに楽しんでくれたら嬉しいですね。嬉しい。それじゃあ霧島たちのテレビアニメの準備をしましょうか。